狐とガチョウのバリエーションで、黄色のコマが羊20頭、赤色のコマが狐2匹になっている。狐とガチョウは一手ずつ交互に行う二人用のボードゲームの一種。中世の北欧を起源とするボードゲームである。中世のヨーロッパで流行し、8世紀から9世紀頃においては、バイキングたちが使用していたバンも発見されている。 12世紀の英雄伝説であるサーガにも登場している。現代版では、課長の駒を13羽セットして縦横のみの動きをするタイプと、課長の駒を16羽から18羽セットして、縦横者の移動ができるタイプが存在している。独特な十字型のボードを用い、下の図のように中央に、狐の駒、一方の端に13個の課長の駒、X を配置する。はじめに、 どちらが狐側か、ガチョウ側か決めておき、先手から一手ずつ交互に刺していく。XXX、XXX、XXXXXXX XX。コマはどれも線に沿って隣り合ったマスに一マスずつ移動できる。狐がガチョウに隣り合っており、その向こう側のマスが空いている場合、狐はそのガチョウを飛び越えて移動できる。 飛び越えられたガチョウは狐に捕まったものとされ、盤上から取り除かれる。キツネは連続してガチョウを捕まえることもできる。ただし、2個以上連続して位置するガチョウを一度に飛び越えることはできない。ガチョウは狐を飛び越えることはできないが、狐を追い詰めて動けるマスをなくせば、ガチョウの勝ち、狐を追い詰められなくなる数までガチョウを減らせば、狐の勝ちである。日本の 16ムサシや東南アジアのメウシとヒョウ、ネパールのバグチャルなどはどれもキツネとガチョウの変形である。16ムサシではムサシのコマがキツネに当たり、二つの敵のコマの間に入ると相手のコマを取れるという点が違う。世界遊戯博物館、ありがとうございます。